そしてなんといっても今赤コーナー出てまいりました。お高木三四郎、ちょっとアチャーが長かったか、謎の拳法ボコボコだ。いいですね、若い選手が全く敬意を示していないというところが、ね、社長をボコボコにする若い連中というのね、はい。